はい、こんにちは。昭和時代の鉄道マニアです。私は今岐阜県多治見市の古径山のそばの鉄道ポイントに来ております。これより私は81列車稲沢から北長野行きのコンテナ貨物編成の EF64 牽引の走る姿をここから追っかけを始めてみたいと思います。はい、名古屋から少し行ったところだけど、多治見を過ぎるとこのようなのどかな、風景が待っております。それでは、山岳路線の EF64 の姿をこの後お届けします。はい、今回の81列車の撮影ポイントを簡単に説明します。中央西線多治見駅と岸駅の中間あたりに古径山があります。その古径山の近くのこのポイントで撮影します。その後81列車が土岐市でしばらく停車しますので車で追っかけます。そして水波と土岐市の中間あたりの国道19号線の線路沿いのそば、こちらの2箇所で撮影になります。それではこの後ごゆっくりご覧ください。はい、古径山のそばのポイント、81列北長野行きが、通過します。こちらの土岐と水波の間の国道19号線沿いのポイントにやってまいりました。これより81列車の方を待ち構えてみたいと思います。今日は国道19号線のバイパス沿いにありまして、ちょっと車止めるところどこにあるかなって探したところ、ちょうどあの歩道橋のこの位置にスペースがありましたので、この位置に止めて、ちょうど踏切があるので列車が来るのも分かりますし、まあ、向こうから、遠くから、カーブで走ってくる列車を、待ち構える、いいポイントだと思います。列車が入ってきます。はい、今回は多治見土岐間と土岐水波間の、こちらの踏切の2箇所で追っかけ撮影をさせていただきました。最後まで、ご視聴の方ありがとうございました。